はい。皆様、こんにちは。えー、三井密度さん社長の上田でございます。えー、皆さん、あの、スーちゃんの動画、もう少し見なかったという感じですかね。えー、今日は申し訳ございませんが、今日はまず、あの、こちらのアンドマークです。このアンドマーク、新しくなりました。えー、以前のですね、アンドマークは、アンドの字が細くてですね、えなかなかアンドと読んでもらえませんでした。鳥ですかとか、中には、 微人孔ですかというひどい質問までございましたけれども、今回は誰が見ても、えー、安堵と読めるようになってございます。おは、あれか、これかの二者択一を迫るのではなく、安堵、あれも、これもと、すべてを包み込む姿を表しています。えー、今回の長期経営方針でも、えー、至るところでこの精神が生かされています。えー、それではあの本題の方に入らせていただきます。 改めまして、本日は皆様お忙しい中、三井動産グループの長期経営方針説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。社長の上田でございます。新たな長期経営方針公表の年が、まさに日本の失われた30年に終止符を打つタイミングと重なり、とても運命を感じております。バブルの絶頂と崩壊、そして 失われた30年を実体験した人間としていたしまして、今年2月22日の日経平均3万8915円超えの瞬間、本当に感動的でございました。デフレの時代は、付加価値が正当に評価されず、心も萎縮し、イノベーションが起きづらい環境でございました。デフレからの脱却により、付加価値創造の努力が報われ、イノベーションが起きる時代に、 大きく転換しつつあります。こうして迎えた時代の転換点で、この一年間、様々な投資家の皆様との意見交換の機会を得て、どうすれば中長期的に、投資グループの企業価値を最大化できるのか、そしてそれを適正な形で株価に織り込んでいただけるのかを自ら考え、経営陣や取締役会で一年間かけて、カンカンガク,ガク 議論を重ね、えー、昨日の公表に至っております、えー。様々な方と出会い、対話をし、歴史の転換点を見つめながら、えー、私なりに妄想構想し、渾身の力を込めて作った計画でございます。えー、社長就任後、えー、私は皆様に対して、株価の向上が社長にとっての最大のミッションの一つと申し上げてまいりました。えー、社長就任後の 一年で株価は、2023年3月31日終値から、2020年3月29日終値にかけて、約2倍に上昇いたしましたが、これもひとえに皆様から当社への期待の現れであると考えております。昨日の長期方針の公表を経まして、本日の株価は、まあ一時8%超えまで上昇いたしましたが、 まあ、ローマは一日にしてならずということで、株価も同様でございます。えー、足元の、えー、株価に一気一憂することなくと言いながら、一気一憂をしている毎日でございますが、えー、長期的な視点、視野で、えー、見ていく必要があるというふうに考えております。えー、ちなみに、この経営方針は、えー、何年にもわたる IR 対話等を通じて、投資がずっと、当社をずっと支え続けてくださっている、投資家の皆様からいただいた貴重な ご意見をしっかりと反映させており、いわば皆様と共に作り上げた長期営方針であるというふうに自負しております。これからも投資家グループの未来に共感いただける投資家の皆様とともに力強く邁進してまいりたいというふうに思っております。それでは早速新グループ長期営方針のアンのイノベーション2030についての説明に入らせていただきます。 はじ、えー、めに、えー、ビジョン2025の振り返りと昨今の外部環境認識についてご説明をさせていただきます。2018年5月に公表いたしましたグループ長期経営方針、えー、ビジョン20、えー、2025のもと、当社グループは、えー、都心で8つの大型ミクストユース開発、そしてニューヨーク、ハドソンヤードに代表される、えー、大型プロジェクトを完成させ、 え、行用をグローバル規模で拡大し、目標に向けて着実に成長をしてまいりました。株主還元方針におきましては、安定配当と継続的な自社株買いの組み合わせによる総還元成功を新たに掲げ、その水準も当初35%から、2021年度は45%に強化してまいりました。コロナ禍では一時的に大きなダメージを 受けたものの、それを乗り越え、ビジョン2025で定めた目標は、一年前倒しで達成の目処がつける、目処をつけることができました。一方、想定外の為替変動、欧米における急激なインフレと利上げ政策、欧米の不動産売買マーケットの停滞に加え、東京ドームなど有料な投資案件を想定以上に獲得できたことなどによってですね、バランシートは 当初想定していた水準を超えるなど、BS や効率性におきましては、未だ課題が残ると認識をしております。外部環境に目を移しますと、世界では大きなパラダイム転換が生じています。デジタルシフトによる行動変容、特に生成 AI の発展は、これからの世界を一変させるインパクトを持って、日々加速度的に進んでおります。加えて、 資政学リスクの高まり、インフレ社会と金利のある社会への転換、気候変動への対応など、これからも一段と厳しい環境変化が予想されます。日本においては、失われた30年からの脱却に向けた勝負の年であり、足元では企業の賃上げ状況や物価目標の達成状況を踏まえ、日銀がマイナス金利を解除し、一元の金融緩和政策からの転換がいよいよ、 始まりまりしたではこれら外部環境を当社グループはどのように捉えるべきか私はこれらのこれからの時代は私たち三井不動産グループにとって非常に大きなチャンスまたとないチャンス到来であるというふうに考えていますそれはまさに付加価値が正当に評価される時代であり付加価値創造において圧倒的な力を有する 当社の存在意義がより高まっていくものと確信しております。そして私たちが次の世代に向けて将来のありたい姿を妄想し構想へとつなげて実現していくことを目指し、この先も社会に対する新たな付加価値創造を続けていく企業としての方針を定めたものがこのイノベーション2030でございます。 アンドイノベーション2030の骨格はご覧のとおりです。2030年度前後における当社グループのありたい姿を産業デベロッパーとして社会の価価値の創造に貢献することに位置づけ、それを実現する事業戦略として、3本の道を通じた成長の実現と財務戦略として成長、効率、還元を三密体で捉えた経営の推進に取り組んでまいります。 まず、ありたい姿について説明をいたします。当社グループは、これまで、ハードとしての不動産開発だけではなく、場やコミュニティの提供を通じ、企業や社会、それを構成する人々の英知を結集させることで、ライフサイエンスなどの産業をサポートしてまいりました。私は、この立場を、不動産デベロッパーを超えた産業デベロッパーというふうに表現をしておりますが、 2030年度前後には、この産業デベロッパーとしての姿を進化させ、日本の産業競争力の強化、新産業の創造を通じて、新たな社会的価値と経済的価値の創出を両輪で実現していきたいと考えております。この中で、当社グループが目指す社会的価値の創出を以下の3点と位置づけました。すなわち、ライフサイエンスや宇宙分野で既に取り組んでいるような世界のイノベーション、 産業発展への貢献。東京ドームやアリーナ事業など、スポーツ、エンタメ領域の拡充も含め、魅力ある街づくりを通じた感動体験の創出。地球規模での持続可能な社会の構築に向けた様々な社会課題の解決です。そして、これらの社会的価値の創出は、結果として他者との差別化や競争力強化につながり、ひいては、 当社の社会的価値の創出、経済的価値の創出に結びついてまいります。当社グループのが目指す社会、えー、ごめんなさい、経済的価値の創出はご覧のお2点です。すなわち、最適に資本を投下し、安定、継続的に利益とキャッシュを拡大し、持続的成長と資本コストを上回る効率性を実現すること。また、中長期な視点で、 安定配当とともに自己株式の機動的、継続的な取得を通じて、一株当たりの価値を向上させていくことと捉えております。そして、社会的価値の創出を通じて生み出す経済的価値を KPI として目標化したのが、今ご覧いただいております定量目標でございます。今般、2030年度前後の定量目標といたしまして、e、EPS 年成長率8%以上、ROE10% 以上を新たに掲げましたえ。加えて、投資家の皆様が安心して当社に投資してくだされるようにですね、マイルストーンとして2024年度から3年後の手入れ目標は詳細に開示させていただきました。2026年度には事業利益4400億円以上、純利益2000 700億円以上 ROE8.5% 以上の実現に向けてさらなる成長を目指してまいります事業利益は今回の経営方針から新設した、えー、指標でございますこの指標は従来の営業利益に持ち分法損益と固定資産の売却損益までを加えた合計合計値で、えー、構成をしております いわゆる当社の本業によって創出した付加価値を直接的に表現する指標であり、賃貸利益と分譲利益のバランスを意識しつつ、販売用不動産だけではなく固定資産まで含め、積極的に資産入れ替えを推進していく経営の意思の表れと捉えていただければ幸いでございます。なお、スライドにも記載がございますが、純投資目的の株式につきましては、 これまでの売却実績に引き続き、今後も株,株価等を勘案しつつ、将来の成長投資などに振り向ける原資として、継続的、機動的に売却を進めてまいります。えー、では、ここからありたい姿を実現するための事業戦略について、えー、ご説明をいたします、えー。2030年までに取り組む事業戦略は、大きく 三本の道で構成しています。えまず、第一の道が、コア事業のさらなる成長。第二の道として、不動産領域における新たなアセットクラスの展開。そして、第三の道は、不動産領域を超えた新事業領域の探索、事業機会獲得です。えすなわちえ、既存の不動産領域における成長戦略に加えて、 不動産領域を超えた新事業領域でも収益の柱を増やしていくという両域の経営を実践してまいります。ですからこの三つの道は、オアでどれかを選ぶのではなく、安藤で結ばれ、あれもこれも三つともということを表しています。第一の道でありますコア事業のさらなる成長に向けた三つの施策はご覧の通りでございます。まず一つ目が、 市場からのデカップリングです。都心のミクストユース開発や高価格帯の分譲住宅の実績からもお分かりいただけるかと思いますが、当社グループは各アセットごとの競争優位性に加え、これまで市場に存在しなかった付加価値の高い商品やサービスを創出し、お客様に提供することで市場に新たな需要を作り出し、そのマーケットやエリアの価値を牽引する力を持っています。 このような不可価値創造力とアセットの総合力を有する企業は世界的に見ても経由であり、これからの力をさらに強化し、安定、継続的な利益の拡大を図ってまいります。また、三井不動産グループネットワークの強化も大変重要なテーマでございます。各アセットごとのサービスがシームレスにつながるような一つのネットワークを確立することで、新たな需要の創造につなげてまいります。 続いて、コア事業の成長に向けた二つ目の施策は、開発利益の強化、すなわち、開発によって創出した付加価値の健在化の加速でございます。詳細は後ほど、財務戦略のパートでご説明をいたしますが、今後は、保有物件による安定的な賃貸利益に加え、より高い効率性の実現に向けて、保有、開発、 マネジメントのビジネスモデルのサイクルを加速させていく必要があると認識しております。さらには、大規模開発においても、事業着手の段階から、機関投資家などの第三者資金を積極的に活用するなど、事業の効率性の向上に努めていきたいと思います。また、将来にわたって、付加価値の健在化を維持、向上していくためには、資産回転を加速させる一方で、 新たな事業機会の獲得も大変重要なポイントとなります。その点、当社グループはすでに2030年度までの主要なプロジェクトだけで約1兆円の投資案件を有しており、そこから生み出される新たな付加価値は約5000億円にも上る想定でございます。このように開発による付加価値の創出と健在化のサイクルを通じて将来にわたり継続的な え、資産入れ替えによるポートフォリオの強靭化とサスティナブルで安定、継続的な売却、売却益を実現することが可能であるというふうに考えております。三つ目の施策が海外事業の進化です。え、欧米やアジアにおける金融不動産環境の動向に関わらず長期的な視野を持って当社の開発クオリティをグローバル規模で拡大し各国の 力強い成長を取り込んでいこうという当社の海外事業の大きな方向性は今後も変わることはありません。ニューヨーク・マンハッタンで竣工した2頭のトロフィーアセット、ハドソン・ヤードによって当社の海外事業における賃貸の岩盤利益は一段と強化されました。またこの数年間において当社は北米を中心にサンベルトエリアなども含め 数多くの賃貸住宅や、えー、ラブオフィスを開発しておりまして、えー、投資家向けの分譲のシーズ物件が順調に積み上がってきております。えー、稼働物件の増加に伴う賃貸利益の強じに加ええー、売却による開発利益の健在化フェーズへと移行していくことで、資産回転を重視した事業展開へと切り替えてまいります。えー、売却にあたっては、えー、分譲利益を最大化すべく、 国内外の権利の動向、そして投資マーケットの動向を注視し、ローカルマーケットの売り時、買い時をスマートに判断して対応していきます。続いて事業戦略第2の道、新たなアセットクラスへの展開についてご説明をいたします。新たなアセットクラスとして位置づけた成長の種はご覧の3点となります。 まず、スポーツエンターテイメント事業でございます。当社グループは、今回のコロナ禍を経て、スポーツをはじめとするリアルの価値の強さを再認識いたしました。世の中のデジタル化が進めば進むほど、人々はデジタルでは得られない体感、感度体験や、五感で感じるリアル体験により、高い付加価値を見出していく時代となっていくでしょう。当社はこのような時代を先読みし、 東京ドーム社を TOB したほか、ドーム社の持つスタジアム運営のノウハウを活かし、地中の宮ラグビー場の建て替え事業を獲得しております。また、この秋にリリース予定のオムニチャンネルシステムは、リアルと e コマースを融合させるだけではなく、スポーツエンターテイメントも視野に入れたチケッティング機能も搭載し、商業施設事業,商業,施設事業との 信頼事を高めていく予定です。え加えて、えー、船橋に5月に開業予定のララアリーナ東京ベイは、えー、バスケットボール千葉ジェッツの本拠地であり、えー、その隣接にありますスケートリンク、えー、三井不動産アイスパーク船橋も含めまして、えー、スポーツをはじめコンサートなどのエンターテインメントイベントを多数のお客様の来、えー、イベントでの多数のお客様の来場を見込んでおります。 当社商業施設のフラグシップであります、ララポート東京ベイとの相互送客などの連携施策も一層強化いたしまして、スポーツエンターテイメントを生かした街づくりを進めてまいります。このような取り組みをさらに加速させるために、従来の商業施設事業とスポーツエンタメ事業を統合した本部を設立いたしました。両事業の融合による強力なシナジーによって、 付加価値創造力をよりり一層強化してていいきたいと考えております次に、ラブオフィス事業についてご説明いたします。スカイの人々は、今回のコロナ禍におけるワクチンの早期開発を経て、テクノロジーとバイオメディカルの融合を目の当たりにし、イノベーションこそが未来を切り開く道であることを再認識しました。これからの時代、グローバル規模でライフセンスの取り組みがますます 重要性を増していくことは明らかであります。また日本が世界に越して戦える産業の一つがこのライフサイエンス領域であります。当社グループは日本のライフサイエンス領域の発展に貢献していくことを目指し、2016年以降、日本橋を中心にコミュニティの構築と場の整備を通じてライフサイエンスイノベーションの創出を促すためのエコシステムの構築に取り組んでまいりました。 例えば世界のライフサイエンス拠点には必ずコミュニティがあり、それを司る団体がありますが、当社はアカデミア有志と連携をいたしまして、日本橋に一般社団法人リンク J を設立いたしました。ライフサイエンスコミュニティのプラットフォーマーとしての地位を確立しております。また当社は日本でいち早く都心近郊型の研究所兼オフィスであります、賃貸ラブオフィスの開発を推進してまいりました。 すで、えー、に欧米では何年も前からライフサイエンスの研究環境は変化しております、えー。従来、郊外でクローズド、そして保有型であった研究施設は、今では都心、オープン、賃貸型が主流となっています。例えば、ボストン・ケンブリッジにおきましては、ライフサイエンス系企業の集積が進展し、そのほとんどが賃貸型、ラブオフィスでございます。 このラブオフィス事業の特徴は、ワーカーの出社率が高いことから、稼働率が高く安定したアセットクラスとして認知されている点であります。アメリカでは近年、賃貸型ラブオフィスの供給量が急増している状況です。以上のようなグローバルな動きを捉え、当社グループは改めて賃貸ラブオフィスを次の成長の種と位置づけ、国内外でさらに大きく展開をしてまいります。 そして研究開発環境の課題解決に貢献し、新たな需要の取り込みと新たなマーケットの創出を目指してまいります。最後がデータセンター事業の強化をはじめとするさらなる事業ウィングの拡大です、えー。昨今の社会の急速なデジタル,デジタル化に伴い、成長が期待されるデータセンターですが、このアセットは当社グループの強みである物流施設や商業施設との親和性が高く、 同業他社と比較しても、当社のノウハウを活かしながら、競争優位性を強く発揮することが可能です。このほか、えー、事業展開中の太陽光発電や新たに参入を検討しております、洋上浮力事業に加え、学校施設、えー、ラグビー校などがその例でございますけれども、えー、時代のニーズを的確に捉えた事業展開にも着目をし、さ、え、ら、ー、なる事業ウィングの拡大につなげていきたいと思います。 えー、続いて事業戦略第三の道、えー、新事業領域の探索、事業機会の獲得で、えー、ございます。これまでご説明いたしましたように、第一の道で現在の収益基盤をより強固にし、第二の道を、えー、しっかりと成長軌道に乗せることで、不動産領域をより盤石にできる、今だからこそ将来の新たな収益の柱となり得る、不動産領域を超えた新領域の見極めが可能と。 お考えております。この第三の道についてお伝えしたいポイントはご覧の3点でございます。まず、当社は様々な産業に対するプラットフォーマーとしての姿をさらに進化させてまいります。これまで80年以上にわたり、様々な事業展開を通じて培ってきた顧客ネットワークは、業種を問わず、また、家主とテナントという関係を超越し、 共同事業や共同研究を行うなど、厚み深みのある強固なリレーションへと成長しております。当社は自らが場とコミュニティを作り出している日本を代表する事業会社の中でも、得意な存在だというふうに認識をしております。この公約基盤の強みを最大限に活用し、従来の不動産デベロッパーの枠を超えたネットワークを構築し、 え、バトコミュニティ提供の展開メニューを拡充してまいります。次にそこから次世代の日本の産業を牽引していく新産業分野を見極め、我々も自らがプレイヤーとして投資を実行し、将来の新たな収益の柱に育てていきたいと考えています。そしてこの取り組みを本格化するための体制といたしまして、新たにイノベーション推進本部を新設し、 資金面では2030年までに M&A 投資枠として4000億円以上、スタートアップ投資、え出資枠といたしまして1000億円以上を設定することといたしました。え以上、投資グループは今回の経営方針の期間を通じて有望な新産業新産業分野を探索し、そこに人や資金といった経営資源を投入し、産業デベロッパーとして 日本の次世代の成長産業とともに、当社グループの新たな成長の絵を描いてまいります。では続きまして、ありたい姿を実現するための財務戦略をご説明いたします。資本市場に生きる当社グループがちづくりという価値創造を通じて、これからも未来を作り続ける企業であるためには、社会的価値の創出だけではなく、 しっかりと経済的価値を高めていくことで、投資家の皆様のご信頼を勝ち取っていくことが不可欠だと考えております。そして、そのためには、皆様からお預かりした資本の効率的な活用と、それを前提とした持続的成長、及び成長に伴う株主還元の拡大、すなわち、成長、効率、還元を三位一体で捉え、 それを安定継続的に維持、向上させていくことが、投資家の皆様の共通の思いであり、企業価値を最大化する道であるとの考えに至りました。まず、成長性につきましては、安定継続的な利益成長と、キャッシュ創出力の拡大を目指してまいります。具体的な事業利益のセグメント別の成長イメージは、記載のとおりでございます。 先ほどご説明をいたしました、事業戦略における各施策を着実に遂行し、2026年度の事業利益でいたしまして、4400億円以上、純利益で2700億円以上の実現を目標とし、2030年度に向けては、さらなる持続的な成長を目指します。また、株主還元の原資であります、純利益の成長を表す指標といたしまして、 昨年までと同様 EPS 成長率を重要な KPI として位置づけております。本業によるオーガニックな利益成長とともに、機動的かつ継続的な自己株式の取得も加味しながら、ビジョン2025時代の目標であった7%を超え、2023年度から、えー、2023年度から2030年度までの EPS 成長率を8%以上 として、頑張ってまいります。続いて、効率性につきましては、バランスシートコントロールの考え方に沿ってご説明をいたします。まず、BS 左側のコントロールとして、総資産の規模とともに、資産ポートフォリオの強靭化を意識し、これまで以上に、資産回転の加速と、付加価値健在化による r e の改善を目指します。従来の販売不動産の売却だけではなく、 固手資産も含めて資産入れ替えを推進するとともに政策保有株式の縮減を加速し2026年度までの3カ年で現在の保有株式の50%を売却してまいりますまた準投資目的の株式につきましてもこれまでの売却実績に続き今後も株価等を勘案しつつ継続的機動的な売却を推進し将来の 成長投資などに振り向ける原資として参ります。以上の施策によりまして、2026年度までの3年間で約2兆円の資産回収を実行する計画です。また、ROE 改善のもう一つの施策といたしまして、当社普遍のビジネスモデルであります、保有、開発、マネジメントのサイクルをしっかりと回し、資産売却後のマネジメント業務の自宅や、 え、他年資本を活用した開発事業の推進などにより、AUM 拡大とマネジメント収益の拡大につなげてまいります。次に BS 右側のコントロールといたしましては、有資負債の規模及び財務の健全性の維持と ROE を意識し、DE レシオを通じた適正な財務の、財務レバレッジのコントロールを推進してまいります。 当社グループの主要事業であります不動産開発やちづくり型の事業は長期間にわたってバランスシートを大きく活用することが特徴であるため金融市場の長期的な変動や不足の事態に備えた財務の健全性の維持が重要、大変重要となってきますこのような認識のもと具体的な施策といたしましては最適資本構成として格付け評価の鋭角維持を掲げ 引き続き D レシュを1.2から1.5倍に設定しながら、利益成長と資本とのバランスを考慮した株主還元を実施することで、2030年度 ROE10% 以上への改善と健全な財務体質の維持を両輪で実現してまいります。続きまして株主還元方針について説明をさせていただきます。 私が経営者として、当社を長期的な視点でさせてくださる株主の皆様に対しては、持続的な成長に基づく安定、継続的な還元性こそが最も重要であると強く認識しております。そして今般、新たな経営方針を策定するにあたり、強固な資産ポートフリオによるキャッシュフローの安定性と将来キャッシュフロー創出力の拡大に向けた自信、 力成長と資本とのバランス等を踏まえ、株主還元のさらなる強化を決定いたしました。これまでは総還元成功を45%程度としてまいりましたが、新たな株主還元方針のもと、今後3年間は総還元成功、毎期50%以上へと強化してまいります。 配当成功につきましては、将来的なパンデミックや金融危機の再来があったとしても、安定した配当をお約束できる水準として、従来の30%程度から一段強化し、今後は配当成功35%程度へと強化することといたします。加えまして、当社のこれまでの株主還元に対するポリシーをより強く明確化する意味を込めまして、累進配当を明記し、 え、持続的な利益成長と連動した、え、毎期増配を目指してまいります。え、また、自社株買いにつきましては、今後3年間は、機動的かつ継続的に実施してまいります。え、自社株買いは、株価水準等を総合的に勘案しながら、え、動的、機動性をもって柔軟に行うとともに、一株あたり、え、価値の向上を意識して、 継続的に実施していくことが、市場からの安心感や信頼感につながることと考えております。したがって、配当と自社株買いを組み合わせた総還元成功の中で、毎期の自社株買いの継続性を確保するとともに、総還元成功から配当成功を差し引いた自己株式の割合を15%以上と設定することで、従来よりも機動性を高めていくことを意識いたしました。 自社株買いは EPS 成長と ROE 改善にも作用する要素として、一体で取られていくことが重要であり株、株式市場との対話を継続しながら、成長、効率、還元、三民一体での向上、改善、強化を目指して、より効果的な打ち方を模索していきたいと考えております。また、この新たな株主還元方針は、 2023年度末の利益還元から前倒して実施することといたします。すなわち、2023年度末の業績予想をベースとして、配当成功35%に基づき、年間の一株当たりの配当を72円から82円に増配し、加えて400億円の自己株式の取得を実施いたします。これによりまして、 2023年度の業績予想の当期純利益2200億円を前提とした総還元成功は約53%となります。最後に、2024年度からの3年間におけるキャッシュアロケーションについてご説明をいたします。ポイントは大きく3点です。まず1点目は、過去と比較した今後3年間の基礎営業キャッシュフロー最大化です。 当社はこれまで販売用不動産の投資回収規模が大きいため、いわゆる営業活動によるキャッシュフローの前期の増減が激しく見えてしまい、本業としてのキャッシュフローの安定、継続的な成長が外部からは見えにくい状況にありました。そこで今般、営業活動によるキャッシュフローから販売用不動産の投資回収のキャッシュフローを、キャッシュ増減を除外し、 え、固定資産や有価証券売却益といった資産回収にかかる損益などを加算したものを基礎営業キャッシュフローとして新たに設定いたしました。今後3年間で本業を通じたキャッシュ創出力の強化を通じて約1億円の基礎営業キャッシュフローを創出してまいります。2点目は資産回転を通じた3年間で約2兆円の資産回収の実行であります。 資産売却によって賃貸利益を低減しないよう留意しつつ、賃貸と分譲の両輪での利益成長を図りながら、販売を不動産だけでなく、固定資産や有価証券の売却も含む BS コントロールを推進し、約2兆円の回収を想定してまいります。3点目は、3年間のキャッシュイン、合計約3兆円の資本の配分です。 基礎営業キャッシュフローと資産回収による約合計3兆円のキャッシュをもとに借り入れの増加を抑制しながら成長投資、戦略的資金、株主還元への適正な配分を行ってまいります。具体的にはコア事業への成長投資として約2兆円、また戦略的資金の枠を新設し、将来の事業ウィング拡大に向けた M&A 投資や B.S. コントロールの資金として約6000億円。そして今般強化した株主還元として約4000億円へと振り向けてまいります。最後に、当社グループが目指すちづくりは、アンドマークの理念のもと、町に人が集まって賑わいをもたらし、様々な価値が生まれ、人と人が接することによって、イノベーションが起きる未来を思考するものです。今回公表させていただいた アンドイノベーション2030を通じて、これからも皆様との対話を重ね、長期的な価値観の共有と、さらなる成長を実現していく所存でございます。引き続き、皆様のご支援をいただきますと幸いでございます。さあ、町から未来を変えよう。私からの説明は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。